チームデスマッチ。シャス田中です。今回は P06 ということで、これですよ。これですね。本当にあれ以来、アクアリウム以来使ってなかった P06 を今回開放してね、初めてのダークマター迷彩、多分ダークマター迷彩で P06 使ってる人はなかなかいないと思いますけど、ねえ、P06 どんな感じでしたっけっていう、そういう武器ですわ。さあ、ここに敵がいる？いない？ここに来るまで待つか？むしろ。来るんじゃないかな？おいで、おいで、写真撮影してあげるよ。あ、いた。あ、待って、くるこれ。待って、はい、チーズこしゃ、はい、チーズっつってね、こしゃ。お、いけるじゃんこれお、びっくりした、敵かと思っちゃったよ。これいけるね、割と。あ、いた、いた、待って、いた、こっち来るんじゃない？あー、これは悩むな。上に来そう。いた。いけ。お、いいねー、これ。素晴らしい。言えばいい。どうしよう。ここに来た。あー、マジかよ。そこにいたのか。これさ、あれ、なんだっけ。これ TCR だっけ？違う。CAR だっけ？なんだっけ ?CAR だね。TCR でどっから出てきたしって。おお。はい、チーズ。あ、惜しい。はい。こう。待って、危ないね。本当に。いいね。この P06、なかなかここのステージだったらちょっとね、まともに使えるかもしれん。ちょっと待って、ここ来るか。これね、だからここからこうやって狙ってるとダメ。こうやってちょっとね、相手の動き先読みじゃないんだけど、なんかこういうことをやらないとね。あ、味方だった。これが、あー、敵、あー、くそ、後ろも来てたか。テンペスト使う？使っちゃうかい、これ。結構あれだね、押せ押せな感じだね。こっちどうだろう。あえて真ん中のあっちゃいかない。ここね、テンペストで突るというところが今回のミソですわ。うわっ、危ね。ギリギリセーフ。まあちょっと難しいな、あれは。やっぱ腰ダメで狙うのが一番やりやすい。イエーイ。あ、よし、オッケー。持ってきますよ、私。さあ、右から来られますのは敵さんでしょうか。あ、いるね、角に。おーおーおーびっくりしたわ。いけー、おっしゃ、いいぞこれ、デュアルのやつ。あ、ダメか。これデューンがたまらなかったわ。そういえば最近ね、このなんだろう、 P06 は関係ないんですけど、チャレンジのね、パッチが来たらしいですね。チャレンジ関係ね、いろいろ来たみたいですね。なんか P06 の、違う、どんだけ P06 好きなんだよ違う、ダークマターですね。ダークマターが出やすくなったというか、ブラックマーケットがダークマターをね、生み出すものとしてね、調整されたらしいですね。やべ、ああって思うじゃんって思うじゃん。 P06 だと思うじゃん。違うんだな。だからブラックマーケットでダークマター迷彩が出るようになっちゃったんですよね。もうフンドの炎を使いたいわ、本当に。何を言ってるか、全く。それはね、いや無理です本当にね、いかんでしょって思うわけですよ。なんでかっていうと、ダークマターっていうのはね、全てのダイヤ迷彩終わったから、それの称号として紫色のこのおどろおどろしいすごい迷彩を与えられるという、そういうことだったんじゃないですか。話が違いますよって。私はね、頑張ってこういろいろなチャレンジをやっておりました。ですが、しかしこうね、どこぞやの外人さんたちだけか分かんないけどさ、公式がどこからの声を聞いてるか分かんないからさ、何とも言えないけど、ダークマターが欲しいっていう人はまあ確かにいっぱいいるけど、ダークマター欲しいって言ってる人たちはダークマターを簡単にしてくれとは言ってないはずだね。誰だそんなこと言ったやつは。ダークマターを簡単にしたらダークマターの意味がないだろってね、突っ込みたくなりますね、ほんと。いや、だからね、いや、みんなにこのダークマターを使ってほしいんですなんて、そんなこと思ってないですからね。このダークマターを頑張ってこうやってね、いろいろなチャレンジをやった人たち、そのほんの一握りだけでいいんですよ。
そんなんだったら価値下がるからね。うん、正直そこまで、あのダークマター迷彩やばくない？なんか敵がちょっと本気になってた。ちょっとダークマターに熱が入りすぎた。敵ゆえやばい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 。敵ゆえび出すぎ出すぎ。ちょっと待って、どうにかして、どうにかして落としたい。あれ、ほら危ね。これ結構落としやすい。あ、オッケー、危ない、危ね。狙われてるな、ここ来るんじゃないこれさ、アナイアレーターに狙われてる。マジか。はい、は、え、いないの？嘘やろ、マジか。違う、アナイアレーターじゃない、すり替えられ、すり替えておいたのさってなってるわまあそんなことどうでもいいや。いや、そのね、ダークマターがね、ほんとブラックマーケットが出て、なんだっけ、ゴロゴロ、やばやばやば、待って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 、これどうし、どうしたらいいんだ俺は。ハックできんのこれ。いや待って待って、そんなこと言ってる場合じゃない。あー、もうやだやだ、もらうわ。いや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 、これでもう普通に戦う。あー、待って待って待って、もうやだ。ちょっとタイムタイム、テンペストで破壊するのももったいない。今の死ぬのか。おい、てめえ、このゴロゴロするやから、ほら、ハントリガーなんだよ貴様なんて。怖っ。いや、ほんとダークマター迷彩をね、まあね、使うにあたってはダイヤモンド迷彩のアンロックが必要とかいう風にね、まあ規約があるんですよ、その最低限の条件としてね。いや、それがあるからって言ってさ、だって AR と SMG のチャレンジなんてたかが知れてるでしょ。ショットガンもスナイパーも LMG もそのメイン武器は全部たかが知れてるんですよ。コンバットナイフのチャレンジがうくっそ難しくてやばいから、ダークマター迷彩を取得する人がこんなにも少ないというのに、そのなんだろうな、別にやったらできそうな感じのね、チャレンジたちのダイヤ取ってればダークマター使えるよって、それはちょっとね、ないですね。そのダークマターのドロップ率がまだ分かってないんであれですけど、エピック以上にしてほしいね。このよくあるじゃないですか、これの、なんだっけ、勝利条件、勝った時のセリフの、あれ以上にちょっとドロップ低くしてほしいという感じで、今回は終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。